どうも、コーミファンゆうきです。ということで、もう一本。お菓子です。うん。まあ、自分にとってはあまりにも的なお菓子ですけど、ちょっと食べようかなと思って買ってきました。それがこちら。プリッツのお札味。美味しそうじゃないですか。なんか俺ね、さつまいもが大好きなんです。で、お札なのでね、さつまいもを使ってますね。ちょっと食べたくて買ってきてみました。まあ、自分にはちょっとちょっと NG なパターンなんですけどね。さあ、早速食べてみようかな。多分ね、100-120円前後ぐらいだと思います、確か。じゃあ開けてみます。匂いからまず楽しまないと。うわー、やばいな、いい匂いする。うん、これこそお札と、あとバターも書いてるね。コクうまバター仕立て。あー、見てください、めちゃうまそうですよ。いただきます。また花火の音が聞こえてきた。いただきます。うん、うん、おいしい。このバターとね、このさつまいものこのマッチングマッチングしたこの、ああ美味しい。口の中でさつまいもの味が広がった。あ、これうまっ。うまい。うますぎる。うまい。本日もご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それとですけれども、一つですね、来週の中旬あたりに、来週の中間あたり、まあ、中旬ぐらいって言ったらいいのかな、まあ、来週の水曜日ぐらいなんですけれども、私のようやくですね、新しい車が来ます。まあ、前回の車はですね、まあ、ちょっと訳ありましてって言って、前回の車はエクストレイルだったんですけれども、まあ、ある、まあ、ミスをしてですね、で車を入れ替えまして、来週の水曜日の夕方ぐらいに納車されます。何を買ったかと言いますとですね、エクストレイルの前から乗りたかった車があって、それを買おうとしたのになぜかエクストレイルに走っちゃったという。まあ、なぜかというと、そのエクストレイルはその SUV っていうのを車乗ったことなかったので、一度乗ってみたいということで新車で買ったんですけれども、まあ、ある自分のミスでおじゃんとなりまして、今ワゴン車を買いました。それがですね、5年落ちの、まあ、5年落ちなので平成23年式の日産、まあ日産は大好きですけど、日産はこだわりますよ、日産の高級ミニバンエルグランドを購入しました。まあ、中古ですけれどもね、5年落ちで、まあ、ほぼフル装備な感じです。はい。まあ、サンルーフとかついてないんですけどね、 BOSE の 5.1 チャンネルのサラウンドシステム付きのエルグランドでございます。で、エルグランドのライダーです。ライダーの白でございます。それもですね、近々、車が納車されましたらアップしていこうかなと思いますので、もしよかったら車大好きな方はぜひチェックしていただければなと思います。まあ、でもね、ちょっと経済的にちょっと緩くなかったので3号買おうとしたんですけど、あえてやめて2号にしました。はい、直用の2号にしましたということでございました。よかったらぜひ動画に見ていただければと思います。多分ですね、でもお盆休み中だと思います、動画は上がるのは。多分そうです、来週夜勤なので、夜勤中はちょっと時間がなくてできないと思いますので、お盆休み中にどっか乗っけると思いますので、よかったらぜひ見ていただければなと思います。ということで、バイ。